ケイネス先生を救いたいに対するみんなの反応集を紹介します。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編へどうぞ。ケイネス先生魔術 S、頭脳 S、霊装 S、サバ D、こいつが聖杯戦争で負けた理由。なぜなのか。余命F。満身と油断。運営。サバ F まであるんだよな。味方陣営誘惑、マスターの言うことを聞かないって。嫁とサバと運がマイナスなんだよな。サバが弱い、片手使えないセイバーすら倒せない雑魚なのに指示すら聞かないはずれ。ホテルが謎の倒壊を起こさなければ。対魔術師 S プラスのやつに絡まれた。アンチオツ、ケンディルなら勝ってたぞ。騎士道プレイで気持ち良くなりたかったのに邪魔されてブチギレたゴミ。サーバントが弱すぎるというかランサーが一番ハズレだろ。セイバー、アーチャーには力負けしてアサシン、キャスターみたいなトリッキーな戦い方もできない。嫁が無能、ケイネス自体は最強やったのに、切り継ぐのサバがディルムットだったらどうなってたか知りたい。意外と相性ええやろランサーってマスターに絶対服従やし投げボルグでマスター殺しまくってそう。MP が多いほどダメージ受ける攻撃とか卑怯やろ。イスカンダルやったらどうなっとったやろ。どっちにしろ相性悪いサバやから無理やろ。触媒さえちゃんとしてれば、嫁が悪いんじゃなくてあんなサバ引くのに結婚してるのが悪い。ビル爆破ってちまちま爆弾設置していったの？よく途中でバレんかったな。洗脳魔術で隠蔽したんじゃね？セイバーと切り継ぐは相性良かったんですかね？あの銀のやつペットにしたい。切り継ぐさえいなければ、切り継ぐ以外のマスター相手やと最強やろケイネス、主人公補正に負けたんやしゃあない。切り継ぐのアサシン無双みたい。心臓を貫いたという結果を先に生むので確実に心臓に当たり殺せます。ただし運がいいと避けられます。おかしいだろこれ。ちょっとかすめただけでも一応心臓に当たった判定になるからな運悪いと回復されて終わる。いやウェイバーにアレクサンダー奪われたからだよね。フェイトって例外が多すぎてじゃあ例外じゃない普通ってなんだよってなるよな。イスカンダル呼べたら勝ってたんか？ギルに勝てないから無理。イスカンダルだったらあのネジ曲がった性格正したやろな。言うこと聞くと思えない。絶対言うこと聞かんやろ。水と油。第4次でイスカに言うこと聞いてもらえるのもはやウェイバーだけやろ。でもライネスは可愛いから。魔術の遅れた地方の儀式なんて余裕やろな。ことみねに有利取れてトキカスに干渉できるって設定だけ見るとマジで強そうやな。なお水銀バリアは戦車砲で突破される模様。一人真面目にイベント参加してたのに他みんなまともにやらないんだもの。アジトの仮装にトラップや使い魔準備しまくったし守りは完璧やろ。まあ真面目にやってもインチキ聖杯なんですけどね初見さん。切り継ぐ、バカ正直に戦ってて草。ホテルのワンフロア貸し切って作った工房があるし勝利は約束されてんだよな。魔術師としては一流だから。魔術の大会だと思って参加したら最初から最後まで物理で攻撃されて破壊された男。ほぼ全ての世界戦で死ぬとかかわいそうやろこいつ。サーバントと魔術師のタップごとに魔術の英知を比べ合うんやろなぁ、ワクワク。誰も指摘しないけどこいつ死んだのってウェイバーのせいだよね。ケイネスは魔術師としては強いけど堂々と聖杯戦争に参加するには弱すぎた。切り継ぐいなけりゃ干渉できるくらいに強かったんやろ。魔術師であって戦士じゃないから無理や、ことみねに勝てん。切り継ぐいないと聖杯戦争に固執せず優越に目覚めないから、時読みの采配次第で綺麗が退場してケイネスの勝ちもある。なお生物盗んだ弟子に家もロードの肩書きも盗まれる模様。ウェイバーとかいう幸運なサバ太郎嫌い。金ケチってホテル借りずに一般人の家に泊まってたの切り継ぐに評価されてて笑ったわ。白心の殺せー、殺してくれー、ほんと好き。ロード4位の家柄だったのにこの失敗のせいで最下位まで落とされてて草。アンチオツ、ホテル1フロア丸々自分の魔術工房化したロードエルメロイが負けるわけないんだよなー。ボーメルンハイドラグラム知らず？イスカルダルとディルがダメなら誰呼べばよいんだよ。フィンマックール。ディルムットの主君のフィン、平行世界ではちゃんと聖杯取ってるし。フィン呼んだら優勝いけるやろ。なんかエクストラにオタクがマスターの幸運低い以外スペック高いランサーおったやろ。あいつ呼べばいいと思う。ケイネスにも従ってくれそうだし。カルナか？呼べないやろ。ほくろなかったら勝てたんかこいつら？二
通に弱いし無理、剣と槍両持ちが最強だからそもそもルールと相性良くないねんな。固有結界ありで武器いっぱいはなしなのかわいそうすぎませんかね。知名度ないからやろ、青タイツも白とか出せるらしいし剣出せないのは多分日本人のせい。ケイネスさん的には魔術師同士の魔術師による魔術師たちの戦いに参加したつもりなだけだったんや。ホテル爆破したり、重火器で武装したり、兵器で人質を取ったり、気安もある意味あっさり無視したりされると思わなかったんだ。例えるならサッカーやってたらラグビー選手がタックルしてきたみたいなもんだ。ホテル爆破された時点で切り継ぐが何してくるかわからない。真っ当な手合いじゃないのは明らかなのに。それに正面からぶつかりに行って機嫌弾食らって魔術師としての人生終了は擁護しようがないレベルでアホ。通過王の軍勢って対象を固有結界内の好きな位置に配置できるってとこがめちゃ強くね。わざわざ正面切って戦わんでもマスターとサーバント話して取り込んでマスターボコって終わりやん。イスカンダルにケイネスさんはソラウと共に愛人にされて終わりって公式に言われてなかった？なんだそれは、なんだそれは。困惑。ケイネスがイスカンダル呼んでた場合、イスカンダルがケイネスもフラウも同時に抱いて問題解決だったとオロブチが言ってた。イスカンダルは史実の時点で倍の用途を使い、メス落ちする先生とか見たいような見たくないような。頭脳 A- か頭脳 B++ かと、実戦で活かせてない。サーバントも同じランサーでも空風林かフィンマックール呼んでたらよかったかな。いっそバーサーカーヘラクレスとか呼んでてもよかったよな。皆さんはケイネス先生を救いたいについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。